はい、どうも横浜エゴサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。今日はですね、2000の一つの石を助けるのか助けないのかということでね、見ていきたいと思います。はい、どういうことかと言いますとですね、今回は例えばこのような形ですね、まあ高目にですねかかりまして、まあこれはもう今回はね、いろんな形で応用ができますから、別に何もこの形だけではございませんけども、まず一例として見ていただきたいと思います。要はこう打たれた時に黒番で次の一手をどこに打つかという時に、おそらく多くの人はここをまずね候補手として思い浮かべるんじゃないかなと思います。はい、ここももちろん部分的には考えられる手ではあるんですけどもね。であともう一つはこんな風に二間に開くような手が部分的には考えられます。じゃあこれね、どうやって使い分けるのと、二線の一個をこうやって跳ねたらつなぐっていうのは囲碁において非常によくできる流れなんですけど、つなぐときとつながないときね、かなりはっきり分かれるんですよ。なのでそのね使い分け、今日皆さんも一緒にできるようにしていきたいなというふうに思っております。はい、でこれつなぐときはですね、じゃどういうときかと言いますと、つないだ後にですね、この白が攻められそうなとき、例えばですね、ここに黒石こんなふうに二間開きがあります。これはかなりの確率で次ここにつなぎたくなるんです。これは急場ですね。つなぎで黒の目を作りつつこの白の目を奪ってますから、これはまあかなり第一級の、手になるかなというふうに思いますね。はい、で逆にですよ、じゃあ例えばこの辺に白がいましたという時は、この時にここに打つ可能性はかなり低いです。はい、なんでかと言いますと、今度白に詰められてかえって自分だけが攻められそうなんですね。この白攻めたいって言ったってもう開いてますから難しいですよね。なので5っていうのはですね、なかなかその部分だけで次の手決めること難しいんですけども、2線の1個を助ける場合っていうのは必ずね、やはりあの石の強弱が関わってくると思ってください。はい、なので、繋いでも全然ね攻めれそうもない時はもちろんこちらに行く手が正解。例えばね、白がさっきのようにここにあった場合ですね、この時は、まあ、かなりの確率で、まあ、もちろん部分的な話なんでね、他全体もあるんですけど、ほとんどの確率でここに行くだろうということが見受けられますね。はい、ということでね、ここの石が黒なのか白なのかっていうのが、それでもう全然価値が本当にもう5倍も10倍も変わってきちゃうようなねところになりますから、ぜひ意識していただきたいと思います。はい、で何もないときじゃあどうするかっていうと、これが一番難しいですね。はい、これは正直部分だけでは何とも言えないんで、まあここをつなぐか開くかっていうのはその都度ね考えなければいけないんですけど、そういう基準で打ってますよということですね。はい、では形を変えて、じゃあ今度ねこのような形ではどうするかと、まあ、要はここ跳ねてここを黒がねつなぐのかつながないのかということですよね。なのでこれも部分的な話ではね、もちろんねつなぐっていうのはすごくいい手なんですけど、これもやっぱ結局形によるんです。つなぐ手はじゃあどういう時すごくいい手になって、どういう時にあまり良くないかと言いますと、やはりこの白が攻められそうな時、例えばですね、まあ、こういったところに黒があるとしましょう。そしたらこれはまずほとんどの局面でつなぐだろうということが考えられます。なぜならつないだ後にこの白の目がなくて攻められそうですよね。なのでここはつなぐだろうなというふうになるわけです。まあもちろんこれがですね、まあ、こういったところとか多少違ってもおそらくつなぐだろうということになります。で逆にですね、例えば白がこんなふうにあったとしましょう。そしたらこれはかなりの確率でね、別につないでもですね、白を攻めることできませんから、まあどこか他の大場に回ることが十分に考えられるかなというふうに思います。なので2線の1個っていうのは実践でよく出てくるんですけども、つなぐのかつながないのかね悩むと思うんですけど、つないだ後に何か根拠に関することがあるかどうかっていうのが一番大事なことになってきます。はい、2線っていうのはあくまでもやはり5でね2戦は敗戦なんていう風に言い方しますけども、やはり基本的には3戦4戦が序盤では大きなところなんです。でも、まあ、プロの先生のことが見てても分かるように2戦に打つこともですね言ってもあるんですよ。でじゃあそれどういう時かと言いますと、それは2戦に打って地が欲しいわけではなくて根拠に関わることが多いからですね。あくまでもやはり繋いだ時にこの白が攻めることができそうだよと思えば繋ぐ、攻めれないもう絶対に強いなと思えばつながないという考えになります。はい、ですから今ねこういう形だったら黒をつながないかなって言ったんですけど、もちろんもっと形が変わってですね、こんな風に黒がはいこうね囲んでたような形だとしましょう。そしたらね
今度また話が変わるわけですよ。今度繋いだ後にあれなんかハサミつけたりすれば目がないなということになりますから、こんな風にいたらですね、今度はこの繋ぐ手がまた価値が大きくなるんです。でじゃあ今度また変えてね、まあこんな風になってたと、まあこれやりすぎかな、わかんないですけど、こんな風にあったとしましょう。そしたら今度はこれは絶対に黒継がないですね。繋いでももう攻めることができないよということになりますね。なので序盤において2線の1つをつなぐときは必ず石の強弱を確認しましょうねというお話でした。はい、ということで本日も ご視聴いただきましてありがとうございます。今ですね、いろいろな新しいサービスの準備もしております。これからご案内させていただきたいと思いますので、ぜひともねチャンネル登録の上お楽しみいただけたらと思います。どうもありがとうございました。